FIA ヨーロッパラリー選手権は国際自動車連盟が管轄するラリー選手権の一つでありヨーロッパ地域を舞台に行われる2013年ラトビア1953年に創設され世界ラリー選手権より歴史が古い2013年よりインターコンチネンタルラリーチャレンジの主催及び運営者であるユーロスポーツが本シリーズのプロモーターとなり IRC は本シリーズに統合されることになった。クラスは従来は総合の他に、2WD、プロダクションカー、ジュニア、レディースが存在していたが、2019年からは、グループ R5 スーパー2000車両のアーク、4WD のグループ N 車両、R4 キットカー、RGT のアークに、グループ R1、R3 車両やスーパー1600、2WD のグループ N や、 グループ A のアーク3、グループ R5 車両で28歳以下が対象のアーク1ジュニア、グループ R2 車両で27歳以下が対象のアーク3ジュニア、女性が対象のレディースカップに分けられた。アークジュニアチャンピオンは来季の WRC の欧州ラウンドの一戦に WR カーで参戦する権利を得る。日本人選手では荒井敏弘、やつ、 田原文雄、河名健、市野博のほか、勝田紀元、荒井大輝、足立さやかが、トヨタ画像レーシングの育成プログラムの一環で、スポット参戦した。2019年現在は、荒井大輝がストドから、アーク1ジュニアに、シトロ NC3R5 で出場している。ありがとうございます。